はい、おはようございます。おはようございます。2015年の2月27日金曜日、花の金曜日、花の金曜日始めさせていただきます。はい、ちょっとお待たせしてすみませんでした花の金曜日ですね金曜日、リヒとカヌンのコスモでランデブー、はい、始まります。はい、第2回目スタートします。よろしくお願いします。第2回目ですね。そう、そのピースですね。エコルさん、おはようございます。あれ？ルンちゃん、おはようございます。これは、日本語読み、ローマ字読みしているかな。ニャンバラさん、おはようございます。かわいいステッカーがいっぱいついてますね。おはようございます。キャロットガールさん、おはようございます。おはようございます。あ、マコリンさん、いいですね。宇宙話しきものを喋れるようになりました。お、いいですね。後でやりましょう。吉川理恵子さん、おはようございます。おはようございます。サトラーさん、おはようございます。ルッちゃん、おはようございます。おはようございます。はい、あ、スクロールが。ニャンパラリンさん、おはようございます。おはようございます。さん、おはようございます。応援団長、よろしくお願いしますモカさん、おはようございます。ね、今日は、東京地方は、すごい上の方雲がある、南の方は曇ってたんですけど、西の方から晴れてきましたが、そちら沖縄はいかがでしょうか。沖縄はですね、今日はちょっと雲が厚くて、あの、曇りなんですよ、うん。あの、ここのとこ、あの、晴れが続いてて、とても気持ちのいい朝日を浴びていたんですけど、今日は残念ながらちょっと、あの、隠れてますね。少し静かな感じでスタートしてます。あ、なんか、あの、うちの姉が旅行の添乗員をやっていて、この間沖縄行ったらすごい暑かったって言って、コートをね、こっちから着ていくけども。うん。そうですね、もう、日中天気がいい時には、もう、本当にポカポカで、半袖 T シャツで歩ける。20度超えとかも20度超えありますね、はい、でも今日は、太陽が出ない分、この黄色いシャツでやってもらってリネ太陽神で発信したいと思います。はい、奈々さん、おはようございます。はい、さん、おはようございます。あらら千葉さん、おはようございます。そうですね、朝の出勤前に見ていただいてとても嬉しいです。ありがとうございます、はい。ね、今日は黄色というのはどういう選択で、ね、だから赤を着ようと思ってたんですけども、どういうわけか黄色着て黄色着てってピピピピッとくるもんだから黄色にしてみましたけど、さっきの話とみたいに今日はあの太陽の代わりに黄色でカラーをあの お届けできたらなと思いますけど、ね、テディさん、この間ね、沖縄行かれたんですよね。テネモさんの取材で、私の大好きなあの講演会があって、それでテディさんも行かれてたんですよね。ね、お会いしたかったです。ちょっとスケジュールが合わなくて残念でしたけど、またぜひいらしてください。うん、なんでテディさんのチャットのとこに星マークがついてるんだろうスペシャルスペシャルな人なのかな、ね、これ面白いですね。うんうん、ね、今日はもし私たちにあの聞いてみたいなってことがあったら、チャットとかに書いていただけたら。そうですね、気軽に今日はもっとあの参加型でいきたいと思いますね、うん。はい、前回あまりにもあの初回ということで興奮して喋りすぎましてなかなか皆さんのコメントを読むことができなかったので、ね、今日も皆さんとのこのコミュニケーションを取りながらできたらなって思ってます。あのギャルトークがですね、炸裂してくるとだんだんテンポアップして、ね、ヒートアップしてってね楽しかったですね。うん、あ、なるほど、 ID で調整で管理モードになる、うん、いいですね、なんか王様うん、そう、キラキラして感じがしますけど、はい、最近はリネちゃんはなんか面白いことありましたか。そうそう、あのやっぱりシンクロが続いていて、あのベストタイミングっていうのがあの続きましたね。今週もいっぱい、そしてあの今週は、いろいろな方にもちろんあの、QHHT のヒプノセラピーについてお話をするんですけど、海外の方が今回はちょっと多かったかなって思いましたね。続けて連続であの個人個人なんですけど、海外の方で何してるのっていう話から、いや自宅であのヒプノセラピーやってますって。そして印象的に皆さん持ってらっしゃるのが、ヒプノセラピーなんか
なんていうのかな、操られるっていう、ああ、というかどうなのそれっていうちょっと怪しい感じの印象を持たれる方が多かったんで、うん、いやそうじゃないよって、私はそのファシリテーターとして、うん、その場を設定するだけで、みんな自分自身がずっとご自身がコントロールを持ってらっしゃいますよって話をして面白かったです。そうですね、うん、やっぱりそこを、まあ、私たち2人とも QHHT っていうヒプノセラピーの、ドロレス・キャノンさんのヒプノセラピーのなんだっけ、プラクティショナー、そうそうそうプラクティショナー、私いつも言えないんだけど、うん、やっているんですけども、やっぱヒプノセラピーっていうと催眠かけられてなんかどこへ連れてかれるのかとか、そういう不安がちょっとあるっていうね、お話を聞くけど、本当私たちはただ治療というかね、セッションというかカウンセリングみたいな感じのヒプノセラピーというよりは、うん、エンターテインメント的に操られて、あなたは犬になりますとか、お水が辛く感じますとかっていう印象の方が強いみたいで、やっぱり自分の意図しないところで操られるんじゃないかっていうのが皆さんも持ってらっしゃるみたいで昔テレビであったんだよね、テレビ番組でバラエティーので催眠術をかける人がいて、ステージでお客さんをピックアップして、なんか番号とかでねピックアップして、それで当たった人がステージ上に20人ぐらい上がったのかな、私それ行ったことあるんですね。どうでした高校かなんかの時かな、うん、母とその見に行って、それでそう犬にさせられちゃったりとか、なんかロマンチックな気分になりますで、ね、一人でこうになったりとか、うん、そういうのの刷り込みがあるのかもしれないですね。そうそうそう、だからいやこれご自身がご自身との対話をするのをサポートするものなので、うん、例えば私たちが投げかける質問も私が選んだ質問ではなくて、うん、セッションする前事前に一緒に面接の中でいろいろな会話を通して、じゃあ今回このセッションを通してご自身は何を期待しますかとか、うん、どういう質問をしたいですかっていう、うん、その内容をそのまま聞くので、全てご自身の思何て言うかな、意識のないところでは、なんだろう、恐怖を感じるような形での操作というか、うん、コントロールとか、うん、誘導っていうのはないですよって話すと、皆さん不思議がってましたね。不思議が、なんていうか、ほら操られるってものと全くガラッと変わって、なるほど、そうですね、聞きたいクライアントさんの聞きたいことを代弁して私たちがやってるというだけなのでね。そうそう、でどんなことが分かるのっていうから、どんなことが知りたいのって、皆さんやっぱり聞かれるのが今世での目的、ああそうですね、使命、うん、で自分はどういう何者なのかとか、うん、どういう性質を持った本来魂なのかっていうのは、これはね絶対皆さん聞かれますよ。あとはどうしても、しっくりこない人間関係、この人と私のこのカルマというか、ね、関わりはどういう目的でつながってるんですか、そういうことを聞くことができますよとかっていう、うん、はあ、思ったこともなかった、ちょっと考えることがいっぱいあるって言って、そうそう、セッション受ける前にもう一度いろいろ考えて、自分の人生のことだとか、うん、自分自身のことであるとか、今後のことをよく考えてからまたやるといいと思いますよっていう話をして、皆さんね、気軽に聞いてすごいいろんなことを自分の人生をパッと振り返るというか、うん、そういうモードになって帰ってましたね今回あとですね、変な体験をし合ってる人ほどなんかいっぱい学びをくれてる人とかね、うん、そういうのもあったりとか、いじめてくれる人だとか、うん、その人は実はその人生の中での立役者みたいなね、そういう人なので、とても大嫌いな人だったけどもありがたい人だったなって感謝できて、で感謝できるとまたそれが終わるんですよね、その体験がね。あ、そう、このサトラーさんが言ってるコメント、カノンちゃん、ちょっといかがですか、このマコリンさんが宇宙語が話す、ちょっと分かるようになったっていう、さっき言いましたけども。宇宙語は、ね、左脳なんでしょうか、右脳なんでしょうか、カノンちゃん。どうでしょう、私は喋れないので。もういいやろ、カノンちゃんに。
もうここは右脳ですよね。私はずっと小さい時から音楽やって歌ってたりとかしてるんですけども、その時って譜面通りに歌わなきゃいけないとか、学校が音楽の高校で音楽の大学でっていうのだったので、その時はもうこれ通り指示通り楽譜の指示通りにやらなきゃいけないっていうのがあったんですよね。でそこから私はジャズの世界に入ったんですね。なんでジャズに入ったかっていうと、ジャズって自由なんですよね。まあワンコーラスはそのまあ一応譜面っていうメロディーがちゃんとあるので、それ通りに歌って、それでセカンドコーラスからは自分の好きなようにフェイクをしていい、アレンジをしていいというのがあるんですね。むしろその即興が面白いんだけども、それの時にアドリブでスキャットだったりとか、シャバドバドビドバっていうね、そういうのやっていくんですけど、それが私が宇宙語を喋るのの楽にしてくれるものでもありましたね。なるほど。で、この今日この番組を見てくださってる皆さんっていうのは、その宇宙語っていうもの自体には親しんでらっしゃるのかしら、ってみんな聞いたことがあるのかしら。私たちがやる前の堀優子さんがね、はい、宇宙語をよくやってらしたんですよ。じゃあ皆さんも聞き慣れてらっしゃるのね。そうですね。私はね、かのんちゃんにお会いしてから初めて生でかのんちゃんの宇宙語聞かせてもらって、もう感動しましたね。面白かったね、やっぱり。ここでね、赤ちゃんに戻ってるみたいに心地いいですってサトラーさんが書いてらっしゃいますけど、本当私もそれを同じように感じましたね。心地いいっていう。いいですね。やりますか？あ、ぜひお願いします。朝から皆さん眠くなったらすいません。はい。私がじゃあどうしようか。あ、りなちゃんに混ぜてみますか？はい、あ、いいですね。お願いします。私はどうして待ってればいいですか？ちょっと、そのまんまにしていただいて、別に目閉じてもそのままでもいいし、セッションみたいな感じで簡単なショートバージョンですけども、りなちゃんに必要な宇宙語としてコスモボイスヒーリングとして私はやらせていただいてるんですけども、それをやらせていただきます。その後に皆さんにも向けてやらせていただくので、ちょっと楽しみにしていてください。いいかもしれない。で、皆さんの例えば体の中での体感とか、どんな感じだったかなっていうのを探らなくていいので、後で、あ、こんなだったっていう感じ、まあ、瞑想してるみたいな感じでお聞きいただけたらいいかなと思います。じゃあ、じゃあリラックスで座ってればいいですか？うん、そうですね。その2つの違いっていうかを感じていただければなと思います。ちょっと目つぶっちゃっても大丈夫ですか？いいですよ、言っちゃってください。じゃあちょっと失礼します。はいはい、では、前川りねさんにコスモボイスヒーリングをさせていただきます。目を閉じてこう座って、その音が入ってきたと同時に画像がふわっと浮かんだんですよ。それはね、なんかヨーロッパのゴシック調の古い教会でステンドグラスがあって、そこでミサをするような感じの雰囲気を私が
感じました。その教会の衣装を着た方がお香の入ってるような煙をこう抜けてるようなそういうのを振りながらこうその場を清めていくというかね、この、お香の香りとスモークで、うん、そういう様子が見えて、あのね、なんていうキリスト意識っていうのかな、それをすごく、うん、前回カノンちゃんのそのあれを聞いた時には見えなかった、また全く違った世界でしたね今、うんうん、癒されたいか、何時癒されたいかっていう言葉が聞こえてきましたね。癒されたいか、うん、癒されたいか、癒されたいかって自分の中にあるこだわりを捨てなさいと。ああ素敵。自分の中にあるこだわりを捨てなさい、あとは拗ねてる気持ちを捨てなさい、いじけてる気持ちを捨てなさい素直になって、うん、解き放せばそれでいいっていう感じのものを聞こえましたね。おー、なんか、うん、前回とはちょっと違った感じでした。あ、いいですね、うん、解き放たれてください。ちょっと柔らかくなりました気持ちが。おそうですね、本当宇宙語の中って日本語でこうやって伝えるものと違って、うん、いっぱいの情報が入ってるんですよね、うん、でまあそうやって意味を捉えていくのもいいし、うん、漠然と捉えてありがとうみたいなのでもいいと思うしね、ビジョンが見える人はまたそうやって楽しいと思うし、うんうん、キリスト意識的なところに行かれたんですね今日。今さっきそうでしたね、うん、でも本当その今のメッセージって、うん、リネちゃんが伝えてくれた役というかね、体感のもの、うん、シェアしてくださったものって本当に皆さんにも伝わりますよね、うんうん、マコリンさんも喋り出すとなんか違う人が入ってくるような感じで実感が出てくるって言いますけど、うん、その中国を喋ってる時のカノンちゃんの中に起こってることっていうのはどういうのが あるんですか。私の中は何も起こってないんです。景色が見えるとか感情が上がってくるとか色が見えるとかっていうのでもなく、そうだな、感情が上がってくるっていうのは喜びにあふれるっていうのはありますね。私も喋りながら多分、うん、抜けてくるかな。それで抜けてくからあふれてく、うんうん、なるほどね。そういうか、知らないからね、楽になるっていうか、でビジョンとかはそのクライアントさんによってですね、だからそれでまあ大体あとでシェアすると共通のものがあるねっていうところに行くんですけどね。あ、素敵、面白いですね。そう、確かに色だったりとか、うん、なんか香りがしてきたりとか、香りまで、うん、なんか、うーん、それ面白いみたいな、あー、なんか降りてきて伝えてるなっていうのもありますよね。あー、面白い、うん、でまあそのマコリンさんが書いてくださってるような宇宙人のような人格が出てくるみたいになってる時もあるかもしれないですね。その人のそのクライアントさんに必要なれば、その多分クライアントさんの、だからマコリンさんの多次元の宇宙人さんがマコリンさんに何かを言おうと思って伝えようと思って喋り出してると思うんですよね、うんうん、だから宇宙人さんの時もあれば、例えば観音様のような女神さんたちだったりとか、うん、そういういろいろあると思います。その時必要なのにつながる。で、そういうエゴとか自我とかがなくなるから、そういう状態に誰か入ってるっていうかね、うん、ね、すごいオープンに、そのエネルギーが流れ込んでくるってことなんでしょうね。そう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 、うん、いや、それは気持ちいいわね。ね、その時の感覚は最高だと思う。うん、だからジャズとか歌ってる時も、その境地になるんですよね、うん、ゾーンに入るっていう。そうそうそう、いいね、ゾーンに入る。そういう感じでね、うん、なかなか帰ってこれなくなるっていうかね、何コーラス歌うのみたいな時になる時もあります、ね、うんうん、あ、やっぱり続けて流れ出てくる、はい、
やりたくなっちゃって、うん、っていうのはありますね、うん、気持ちは聞いても気持ちいいけど、はい、こう発する方もやっぱそういう風な気持ちになってるんですね。多分私が一番気持ちいいんでしょうね。おしっとことみで。七色ピッピさん、ありがとうございます。私今日の私へかなって、あ、共感していただいて嬉しいですね。そうなんですね、うん、お母さんの性が優しく周りは包むビジョンでした。あ、すごいすごい、うん、じゃあ今度はあれですね、皆さんに向けても、うん、ぜひぜひ一回やらせて、じゃあ皆さんにはちょっとまことちゃん使いましょうかね。音がどうなるか分からないので、まことという 528Hz の楽器なんですけども、はいはい、DNA を修復していったりとかするのが 528Hz って言われてますね。この音がそうですね。これとか音聞こえたかな。あ、聞こえました。音差でもこれが528なんですけども、これと同じ音。今の2つの音は同じヘルツですか？そう。もう一回。こっちの、はい、鳴らしてもらっていいですか？この音と、よいしょ。と、この音ですね。うん、同じ、うん。で、声が、あーっていうんですね。じゃあちょっと皆さんに向けてもやらせていただきましょうか。じゃあ皆さんもリラックスできる方はしていただいて、そうでない方はそれなりにということでいきましょうか。Que capaz carto a gente que não está horta porque quer ser que não é que eu sei que horto ele. Ela tá com a ver que se ira tu mais que eu e te esti te esra te tu. É capo no com o que se quer tu e este ir tu ai. É me se o com o que se quer se ir tu te ir tu tra for ti u. Que lá e que quer tra e u. I'm going to go sick in a tragedy. I'm going to go sick in a tragedy. I'm scared to hide a and then I でしょうか。聞きたいね、皆さんの感想聞きたいですね。うん、そうですね。いや気持ちいい、うん。おやすみなさいって感じ。これでなんか風邪もいっぺんに治りそうな気がしますけど、皆さんいかがでしょうか。うん、私も本当にやってる時はいろいろ開いちゃってるって感じなので、うん、すっきりしてきますよね。そして眠くなるという、うん、眠くなるかもしれないし、すっきりとよーし行くぞってなるかもしれないし、
でもすごくこう広がっていく感じ、それこそ本当にコスモでランデブっていう感じですよね。ふわっと広がって、なんか自分の中でこうふわっと広がっていく感じ、うんうん、そういう感じ、感じますね。うん、ミネちゃんはどうでしたか、今これ時差があるのでですね、うんうん、どんな感じをこれは、そうなんかね、宇宙に飛んでいった感じ、宇宙遊泳をしているような感じ、それでやっぱりなんか自然になんていうか、そうあの遊泳だね、宇宙をこう遊泳してるっていう、全体を見ているっていうような感じをすごく感じました。あ、うん、気持ちいいですね。ニコルさんな、な眠っちゃってでも最後は目がパチッとしてるっていう、寝ちゃったりして、うん、ほんと、うん、なんていうの、いちぼさんっていうのかな、そのまま読んでいいのかな、うん、うん、あ、宇野がストップしたんですね、涙が出てくださったんですね、なんか解放が起きたのかな、うん、全然ね、その涙の意味を探ることもなくていいし、うん、あ、抜けた、ありがとう、みたいな、うん、そのままを味わってほしいですね。そうですね。うわーっていうのは、うわーのままで。うわーって、それでいいと思いますね。ね、特にそう、意味を追うことなく、佐野を使わなくてもいいかというね。ハートが開いた。あ、よかった。嬉しいですね。あ、嬉しいですね。今回は、あれですか、キリスト意識ではなかったですか？じゃなかった。逆に、うん、あのね、何だろう、かこうし、なんていうの、個体というか物体というかそういうものがあるのではなくて、もっと広がった感じ、うん、空間っていうかそういうのを感じましたね。あ、うん、いいですね。うん、すごく、ずっと食べようかな。なでも黄色い太陽とかね、お花畑とかいいですね、その色が浮かんできますね、そういうのをご覧になった方も多いです。そう、七色ピッピちゃんはね、あの、うん、私のカノンサウンドっていうのを作ってるんですけども、そこのね、素敵な絵を描いてくれたりとかして、そういう、うん、あの、うん、見る力がすごいんですよね。このピッピさんのコメントを読んでると、すごくね、妖精のあれを感じますよね、うん、あの波動というか、すごくその、うんうん、自然界のエネルギーを感じますね。お子さんもリラックスしていただいてよかったです。ありがとうございます。うん、サトラさんも肩の、サトラさんっていつも肩の力入ってない感じがするのでさらに抜けちゃったですか。さらに抜けちゃった。本当、あの、素敵な、ね、方ですけどね、お会いしたことはないですがね。まさしさんのこの良い藍色が生まれたって、藍色って私好きなんですよね。いいですね、藍色を描いて、ね、絵を描き始めましたって素晴らしいですね。藍色って日本人の色彩感覚っていうのはやっぱ繊細なものがあると思うんですけど、その藍色一つにとっても、特にその植物で染めたものって毎回ね、深みが違っていたり色合いが違っていたり、すごく味わい深いですよね。そうですね、藍色か、いいな、そう、うん、さっきの七色ピッピちゃんが、うん、私があのそういう美術的なこといっぱいやって作品を作ったりとかしてるんですね、うん、で、私のカノンサウンドっていうホームページの、まあ、屋号みたいのがあるんですけども、そこにロゴが欲しいなと思ったんですね。うん、自分の中でこういう形がいいっていうのがあって、でそれを、まあ、私が描いたんじゃすごいあれなのでで、彼女に頼んだんですね、七色ピッピちゃん、こんな素敵なのをね作ってくれたんです。見えますか？あ、見せてください。ちょっと時間差があるかな。こういうね、あー素敵、あー素敵、すごいでしょ。あ、まあ、素敵、うん、私をイメージして作ってくれたということなんですね。音符の中に花があったり、お月さんがあったり、太陽があったり、うん、星様、わあ、すごいすごい、あ、これ、あ、いいですね、この、なんだったっけ、なんていうの、この、フラワーオブライフ、ライフ、あ、すごいあったかかい。私はただこの
騰音記号とハートだけね、あのハグをしてるイメージなんですよね。このハートちゃんを騰音記号ちゃんのお母さんっていうか、なんか。なるほど。あ、こうやってる感じ。抱っこしてる感じ。あ、なるほど。形だけを書いて、これをなんとかしてくれと。なんとかしましたね。相当なんとかしましたね。相当なんとかしてくれてですね、太陽があるんですよ、ここに。ありますね。太陽があって、お月様があって、うん、ハスの花があって、うん、海ですよね。海があって、っ星があって、フラワーオブライフという。あ、素敵。すごいでしょ。すごい。暖かい。これしかも切り絵なんです。切り絵っていうのかな。色鉛筆とかで塗ってるんじゃないんですか。描いたんじゃなくてね。うん。切り絵なんです。カッターの細いのとかで、なんだろうね。その道具は分かんないけど。あの、切ってるんですね。だから、すごいこのフラワーオブライフを注文してしまったのはすいませんでしたって。すごい。この細かさね。素敵。そうですか、うん、素晴らしい。そう、こうそれで後ろはパステルアートを作って描いてくれて、うん、私の多分エネルギーの色を感知してくれたんでしょうね、うん、素敵。いや、素敵です。ありがとうございます。なんか貴重なもの、うん、となんか京都の和紙、うん、こういう後ろには貼ってくれたりとか、その和紙でこういう色付けしてある、うん、そういうね、素敵な方が、あの、お会いしたくなりますね。ね、うん、あ、本物もね、すごい素敵ですよ。人柄に触れたいなって感じがします、ね。あの、草場さんの個展の時にとかもね、お会いしたりとか、うん、あと私のジャズプロムナードのライブの時にもいらしてくださったりとかね。うん。うん、照れちゃう、照れちゃうか。もし、あの、ピピちゃんに作っていただきたい方は、またこういうのとかも、あの、お子さんがいらして、小学生のお子さんがいらして、その子に、いろいろね、あの、かわいい学校に持っていくようなものとかも作っているとかいう、Facebook でも載ったりとか、ね、うん、ので、なんか、興味がある方は私に言ってくれたら、ピピちゃんにつなぎますので。うん。うん。全然また違うタッチのものとかね、素敵なの、想像されていくので、興味あったらぜひどうぞっていうことで。いいですね。あ、そうだ、うん、コスモボイスをやったんだと。そうそうそう。M7 色、そうですね。いや、こちらこそ、ナライピップさん、ありがとうございます。ぜひどんどん、いや、作品、埋めていってください。生み出してください。はい。今日お話ししたいものの中に食事、ね、先週の時にお食事皆さん変わってきてませんかっていうお話をしたんですけど、それでちょっと行きましょうか。そうですね。じゃあ次の、ね、全体的にスピリチュアルを意識してる人も意識ないしていない人もどんどん食 の, あの思考っていうのが変わってきてるっていう話だったんですけども、もちろん言われているヘビー食からライト食っていうねところへ移ってるっていうのと、皆さんどうでしょう、どんな風に変わっていらっしゃいますか。私もともとあまり肉を食べないんですけど、今は本当に何だろう、言われてる通りに、赤身肉からはチキン系、うん、チキン系よりは魚の方へって移ってきてるんですけど、カナちゃんってどんな感じですか。私もね、昔はもう朝からでもヘビーなものが食べれた人なんですけど、うん、最近はやっぱり野菜とかが多くなってるかなと思いますね、うん、で前は3食食べるのが当たり前っていうだったんだけども、うん、今はそうじゃなくて食べたい時に食べるっていう、なんか夢中になってると私も食べるの忘れたりとかね。でも食に関する欲っていうのは確かに減ってます。私も減ってますね。まあ、1日食べてる時から次何食べようって考えてたのよ。それだけが楽しみだったの。朝ごはん食べてるのに昼ごはん何食べようみたいな。そうそういうこと考えてたり、学校生の時なんてほら給食のメニューが出るわけじゃん。朝一にやることが給食のチェックだと、今日は給食なんかなっていう。うん、そうね、それに惑わされなくなってるのは確かに、あ、言われてみればあるかもしれないですね。うん、何食べようとかっていう食考えてないですね。何
ないですよね。で、うん、食べたくなったから食べるみたいなね、食べたくなったから何かを、うん、じゃああれを食べようとか、うん、そういうふうになりますよね、うん、先に食べよう、食べたいものを考えておくから、食べたい時に食べるものをのところに行くっていうふうに、ん、そこも変わった気がしますよね。うちの息子も17歳になる息子がいるんですけど、食にあんまり、うん、あのもともと欲がなくって、食べるのがめんどくさいって言ってたんですよ。食べるのがめんどくさい。そうそうそう。そんな言葉で私その感覚が全く分からなくて、食べるのがめんどくさい。私食べるのが楽しみな人だったので、その時は特にね。沖縄ってあのカフェメッカって言われるぐらいたくさんいろんな種類のカフェがあるので、それをもう、あの特集本みたいなのを買って全部回って何が美味しいかってこういうばっかり楽しい人だったので、食べるのがめんどくさいって全然感覚があると思ってたんだけども、うんうんうん、なんかそういうものに関する執着心があまりなくてね、うんうんうん、だからうん、惑わされないって面白いなと思ったんだけども、うん、なんかやっぱり3食食べるという学校時代からね、うん、そういう時間割みたいなののね、うん、流れがあったので、でもそれを抜けると、うん、やっぱ自由になってくるっていう。そうね、自由になってくるんだね。で、うん、あとあまりヘビーなものを食べた後と軽いもので過ごした後の、あの体の負担も感じられるようになってきましたね。あのお腹いっぱいっていうのってね、うん、かわいそうだよねっていう、うん、苦しい、今までにない感覚、そういう感覚は。お腹いっぱいで苦しいっていうのって苦しめてるよね、胃袋くんたちをねっていう感じが、うん、だったらやっぱほんと腹八分目みたいな、うんうん、どれもいいのかなっていう気が最近してきましたね、うん、もちろん衝動に駆られてグワーッと食べてお腹痛いのにそれでも食べ続けてっていう時もあるけれども、それは食の、ね、食の欲というよりはストレス解消。そうそう。何か嫌なことがあってとか、何かよく分かんないすっきりしないものがあってそれで解消してるって気づいたりもするんですけど、スムージーも増えましたね。シェイクやものとか、もう夏はもっぱらほとんどそれで終わってる感じですよね。プロテインも、スムージーお腹いっぱいになるの？あ、プロテインも入れるの？あ、入れますね。やっぱりプロテインは必要なので、プロテインに、プロテインとお水と、それからバナナであったり、あ、パッションフルーツであったり、マンゴーであったりっていうのを入れてガーッとやるって。沖縄はいっぱいね、そういう美味しい果物がどこにでも手に入るというイメージがあるから、割とそうかもしれないですね。うん、うん、もうわ、そうね、今まで果物はマストでなかったんですけど、うん、ここのところ1年ぐらいはありますね。必ず何か果物が我が家に。1年中っていう感じか。うんうん、あ、そうですね。一年中果物がある。そうで、時期になると買っておいて、時期がずれた時のためにって言って、うん、あの冷凍しとくんですけど、その冷凍もそんなに長く持たないの。食べちゃうから。食べちゃうから。早く持たないの。だって後々のために取っておこうと思って冷凍するんだけど、全然待てないのね。食べちゃうっていう。面白いですね。うん、ああ、そうかそうかそうか、うん。そういうのもありますよね。うん、あ、でも、うん、キューブにしててね、うん、パクパク食べる。これから、まあ、体がでも冷えないですか？冷たくはしないのか。今の時期はさすがにフローズンは食べなくって、うん、果物自体も冷蔵庫に入れてないんですよ。そのままカットフルーツでも、うん、ね、そのままキッチンの容器に入れておいて常温で食べてますけど。うん、はい、あ、チャンスとかパイナップルはとバナナ、うんうんうん、うん、置いてありますね。コンスタントずっと、うん、常食っていうのかな。ああ、いいですね。なんかカラフルな、お腹さん、なんか色がいっぱいカラフルな感じで、うん、沖縄行きたいな、テディさんだって。ぜひぜひまた戻ってきてください。うん、はい、イコロさん戻られたんですね。戻ったって感じになりました。ねえ、キャロットガールさんも、ああ、最初からボーブリーって、うんうん、なるほどなるほど。胃袋くんたちもね、いらないって言ってるんだけど、うん、違う部分で食べたい、食べなきゃっていうか、うん、思ったりとかね、後で食べらんないから先に食べときたいっていう、なんか前はそういうのがありましたね。飢餓感みたいな。お、
あとでもう時間がなくない、忙しいから先に食べとかなきゃっていう、うん、お腹空いてないのに入れとこうという、あ、前もって考えて、うん、冬眠するのかっていう、うん、野菜がとにかく好きになって、うん、雑穀カフェもいいですね、うん、いいですね、うん、あ、かぼちゃのコロッケ、いや私大好きなんです、あ、かぼちゃ、私本当に北海道にお世話になってます、いつもね北海道産のかぼちゃを地元のスーパーで買って、うん、朝食は味噌汁なんですよ、うん、具だくさん味噌汁なんですけど、いいね、卵は絶対入ってます、卵が入ってるいいね、うん、そうそうそう、そう、あ、野菜とかはあのひっきってひしぎさんっていう、ひしぎとしおさんっていう人がいるんですけど、うん、その人が自分の地元の近くで採れた野菜とかを食べとくといいって言いましたね、はい、聞いたことありますね、なぜかというと、野菜たちはもう半年後の情報を持ってると、うん、だから今食べとけば3、4、5、6、7、8、うん、8月が暑いとか、ね、冬の前だったら冬の半年前に食べとけば、その冬はどんな気温かとか、それに対応した体を作ってくれるんで、すごい素敵、そうね、そうだと思います、だから私今みかんっていろんな種類があるけれども、その、うん、そのみかんができている時期っていうのはもうそれこそみかんばっかり食べたんですよ、うん、手記録しながら、うん、そうするとビタミン C がいっぱいだったのかな、うん、息子も私も風邪知らずで、あ、でも周りの人いっぱいいるんですよ今体調崩してる方、あ、だから、あ、そういう意味ではビタミンが役に立ったのかな、うんうんうん、うん、そうですよね、やっぱそういう循環する体っていうのになってくるんでしょうね、うん、確かに最近風邪ひいて、私もまあずっとひいてましたけどね、ずっと必要な時に必要な時には止まるんだけども、寝てる時とか結構咳とかね、排出なんだなって気がしてましたけど、あ、なるほどね、毒出ししてるねっていう、うん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 、咳の一回すごいもんね、うんうん、出すっていう、うんうん、普通の呼吸だけでは出し足りないものを咳で一気に出してるなって感じがしてましたね、なるほどなるほど、すごい、あ、あ、大石さん取れたそう、面白い、その色で食べるってもう本当ですよね、テディさんのおっしゃる通り色で食べるって大事ですよね、うん、色の濃い野菜がいいってね通常聞きますけど、やっぱりかぼちゃであったり人参であったりブロッコリーであったり、そういう系好きですね私もね、うん、いろんな色を食べましょうって、テディさんたまたまこれは本当は間違えられたところなんだけど、うん、でもそれってその通りで色味ですよね、うんうんうん、赤だったらパプリカだったりとか、黄色だったらパプリカ、みんなパプリカ、緑だったらピーマン、みんな色やそういうね、うん、色ですよね、色を揃えていく、白だったらまあご飯もあるし、お米もあるしね、ごまとかもあるしとか、うん、黒いの、そうそう、ごまとかすごくいいですよね、うん、黒ごまのおせんべいとか美味しいよね、うんうん、大好き大好き、香りがつくだけじゃなくてなんだろうね、すごく、うん、うん、なんせ何を食べても美味しいですねっていうのをいいね感謝して食べるっていうね、うん、そう、そしてね、私ダイエットの先生がいらっしゃって時々食をチェックしてもらうんですけど、彼が言ってたのは、もちろんその腹八分で行くこと大事なんだけど、もしほら飲み会とか何かで大量に食べたとしても、うん、楽しく食べてたら全然大丈夫なんですよ、消化早いんですっておっしゃってました、うんうんうん、楽しく好きな人と食べてると、何だろう、実際に私も体重食べる前食べるあとっていうのをこうコンスタントに測るんですけど、うん、同じ量を食べた時でも、そう、楽しくおしゃべりしながら食べてる時って、うん、翌日の体重ちゃんと戻ってるんですよ、すごいなと思って、でも食べる時にさ、苦しみながら食べる人いるのかなって一人ほら何か悶々と考えながら、あ、さあこうやって仕事のこと考えながらイライラしたまま食べるとかではなくて、ゆったりとした感じで、うん、会話を楽しみながら食べる、このそういうコントラストだと思うんですけどよくテレビとかでさ、ドラマとかでね、
イライラしながらフォークこうやってぶっ刺して食べてるのとかもあるもんね。あれすると太るでしょうね、じゃあね。はい、お、いいですね。沖縄の自然で栽培野菜食べるようになって、あ、嬉しい。おお、嬉しいですね。ありがとうございます。この間ね、テリーさん沖縄行ってらして、発酵した野菜が、土壌が発酵してるところも、はい、腐敗ではなく発酵してるところで作ったものがいいっていうことをね、聞いていらしてね。そうですね。そう、竹炭も流行りましたねっていうか。流行りましたね。うん。あの、パンとかでもあったりとかね。ですね。あ、あの、いろんなものが黒くなりますね。あの、歯磨き粉までね。そう、あの、耳かきの棒までね、綿棒まで黒になったりしてね。ああ、そうですね。入ってますっていうの。そう。竹炭よくヨーグルトに混ぜて食べてたことありましたね。腸がきれいになるとか言ってね。なるほど、なるほど。いろんな使い方ありますね、でもこの炭ね。そうですね、脱臭、消臭とかもあるしね、お水もきれいにしてくれるしね。あ、お水もきれいにしてくれるし、そうですね。あ、そのテネモスさんっての、 あの飯島さんに教えてもらったのが空気の空気清浄機なんですけども、その中が作り方を教えてくれたんですね。震災の後だったんだけども、まあいろいろ空気がいいとこにいたいねっていうこと で、で空気清浄機作ってらして販売してらして、販売してらっしゃるにもかかわらず作り方を教えてくれたんですよ。すごい。これは炭で作るんですか？そうなんです。塩ビ管っていう水道管みたいな、ね、塩ビ管があるんですけども、あのグレーの管があって、その中に、まあ、割合とかはあるんですけども、あの炭と、あとサンゴが入ってるだけなんです。面白い顔になってる。そう。びっくりしてしまって変な顔になってしまいました。で、よく考えてみると、あれだよね、あの水槽の中と同じシステムっていうのかな、水槽の中もそうでしょ。それで空気を回していく。なるほど。あ、空気、それで、水槽の中ってずっときれいになってますよね。なるほど。うん、あの、その備長炭の中に入ってこの隙間っていうんですか、穴っていうんですか、空気の層っていうかね、層っていうのかな、あれがいいって言いますよね。そこがいろんなものを吸着してくれるっていうことでしょうね。うん、そう、その作り方を教えてくださって、じゃあ私なんかは、じゃあ炭は何グラム、サンゴは何グラムなんですかって聞くじゃないですか。そうすると、ああ、それは自分で試してみればいいんだよみたいな。最初は教えてくださったんだけども、じゃあこれこういう風にしたらどうなんですかって聞いていくと、それは自分で確かめてみればいいんだよ、自分で体感することをすごく教えてくださって、正解は教えてくれなかったので。いや、でもそれ大事だと思います。そうそうそう、この地域ではこの割合でいいけれども、この地域では違うかもしれない。やっぱり水の質っても変わってくるし、地域性によって変わってくるし、それを飲んで自分の体感でもうちょっとっていうのが分かるようになるって、すごく、ああ、いやー、すごい。素晴らしいでしょ。フリーエネルギーとかいろいろやってらっしゃる方なんですけども、そう、自分の感覚を取り、なんていうかな、研ぎ澄ますというか、自分の感覚で判断するっていう時期に今来てますよね、いろんな意味で。そう、で、その、私なんかはあとは好きなもの入れていいよっておっしゃったので、その上に水晶を入れたりとかね。で、水晶のあったりとか、あとちょっと赤い石を入れてみたりとか、自分に必要だなと思うとその時にパワーストーンを使ってみたりとか、これは何、このパイプ自体にこう詰めていくんですか？そうそう、パイプの中にそのサンゴが入って炭が入って、その上に私は水晶を入れたり、水晶のさざれのね、水晶、同じような粒の大きさで揃えて入れたりとか、これを配管 の、 この途中にこのパイプを入れることで蛇口からはこれを取ったお水が出てくるって感じ。あ、それはお水じゃなくて空気清浄機の話。空気清浄機。あ、じゃあそれをこう設置してお部屋に置いておくという。そう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 。うちの中でだから、ポンプ。ポンプ。なんだ。だから水槽の魚くんたちと同じ状態になってるっていうんですかね。あ、
ポン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 出してるってこと、出しますね、その先に入れるということなんだ。そう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 、それを通してあの部屋の中に循環していくということ。あ、そういう意味で水槽と同じっていうことなんだね。そう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 、そっかそっかそっか、この部屋だから水槽状態っていう空気をこう回してる感じだ。うん、でそういうのがあったんだけど、今テレモンさん、この間私買ったんだけどね、こういうピッコロっていう可愛いのがあるんですよね、うん、これの中も石が入ってたりとかして、やっぱりエネルギーの循環がここで起きてるんですね。これも空気清浄機として使う、うん、それはなんか溜まって箱みたいになってるんですか。うん、このまんまでも置いとくだけ、うん、置いとくだけですね。音も全然しないしのね、ものなんです。面白かった。そうそうそう、はい、クリックすると変えるんだ。あ、何が変えるんですか。今のピッコロかな。ピッコロが変えるんですか。ここにリンク、スピ TV にリンクされてるんですね。どこにあるんだろう。いや、後ででいいや。うん、テネモンさん。やっぱり家の中にそういう、なんていうかな、私もいろいろなクリスタル置いてるんですけども、うん、パワーストーンって言われるやつ置いてるんですけど、うん、あ、かのんちゃんの下ねって。はい。かのんちゃんの下、私の下に あるんだ。ああ。あ、テネモンさんのがあるんだね。私なんか広告が一切切れてるな。私のも映らないの。皆さん見えるかな。はい、あ、ピッコロちゃんがいます。あ、ピッコロちゃんがいます。ありがとうございます。この中にもいくつかの違う種類の、うん、そのストーンが入ってるんですか。開けられるんですか。開けられはしない。これはネジでキュッキュッ閉まってるのでもう開けられないんですけど、1年間炭酸電池だから電池を入れて、それが1年間電池が入ってる。え、何かが回ってるんですか。電池でなんだろうね、テディさんだって。なんかね、圧力をかける、電気的に圧力をかける機械だと思うけど、うん、でも、石が中性になる力を利用してるとかなんか言ってたから、それなのかどうかちょっと分かんないんだけど、俺も解体してみてないから分かんないんですよね。もうなんか気になっちゃって、どうなってるだろうと思って、あ、石が入ってるだけではなくて、何かをこうモーターするような何かたちの電池が入ってるんだ。あのね、1年間持つから、うん、はい、モーターじゃないと思うんだけど、多分圧電素子とかだと思うんだけど、あ、やっぱ圧をかけるっていうのいい。圧電素子っていうのがあるんだよね、電気的にやるやつが。それじゃないかと思ってんだけど、見てないから分かんない。うん、で圧電素子ってそんなにね電気食わなかったと思うんだよね、確かに。あ、うん、そう、すごいシステム簡単そうだったので、じゃあ今度テディさんに中見て、ね、あ、それさ、中身多分、まあ、石が買えない、分かんない、集められないかもしれないけど、うん、圧電素子は買ってくることは可能かもしれないけどね。いや、でも皆さんどうぞピッコロちゃん ご購入ください。あ、でも、ね、石が重要。それ、石が中性化することの力を利用してるとか言ったから、それも重要なんで、うん、多分その圧電素子だけじゃパワー出ないんだと思うんだよね。うん、だからやっぱ買った方が早いよ。そうそう、ピッコロちゃんで、ピッコロちゃんで、うん、どなたかがね、もう熱心にもう研究されてバランスを生み出してらっしゃるので。そうですね、あ、あとそれ解体できますから、誰 かあのね、それ大きいからピッコロちっちゃいとは、ちっちゃいとは言っててください。うん、ちっちゃいんだけど、うん、あのそれ持ち運びにちょっとで、それちょっと微妙な大きさじゃないですか。そうですね、小さいんだけど、家ちょっとさ、車とかに置いとく分にはいいんだけどさ、家とかちょっとで、やっぱりね、蚊取り線香じゃないけどさ、エネルギーを自分の前に置いときたい人がそれ解体して、うん、自分のこれは公園見てたら、公園の時にさ、それ解体したのさ、テーブルの上に乗ってんのよ。本当。乗ってて、うん、発動させてんのよ。へえ。だから公園の時にね、エネルギーをね、あの、まあ落ちないようにその人してるんだろうね、きっと。すごい面白い。うん、ああこういう使い方もあるのかと思って見てましたけど。その会場のこの場を作るためにっていうことですか。まあ、会場の場を作るのか、まあ、自分のすぐそばに置いてあったから自分のエネルギーが落ちないのか、どっちか両方だとは思うけどね。まあ、あの大きさとしてなので、やっぱ自分の周りっていうことは歌ってらっしゃいますからね。うん、そう、ピッコロのね、やっぱ到達範囲っていうのがね、まあ、車ぐらいだろうって言ってんだよね。うん、うん、そういうふうに言ってました。私なんかはその旅行行くときに自分の
カバンの中だったりとかね、入れといたりとか、膝の上置いといたりとか、そんなのでもいいなと思ってね、買いましたね。ありがとうございます、テディさん。はい、ありがとうございます。あ、そうそう、解説者でございました。あの、天の声です。顔見せない解説者。ありがとうございます。そう、なんかそういうものが。どんな風にパワーストーンって取り入れてらっしゃいます、皆さん。うん、あ、パワーストーンとかですか？うん、私ね、あの、体調が崩れたりとか、あるいは思いがね、ちょっとあのクリアじゃないなっていう時って、あの、レインボー水晶を、うん、なんていうのね、抱っこして寝るというか、こんな、なんですけど。そんな大きな抱っこして。そうそうそう。あ、ここだから。あの、こういうぬいぐるみと一緒に寝るみたいに、パワーストーンと寝てますね。わぁ、漬物一緒に寝るというか。うん、そういうのないですか？あ、でもあの母が入院した時とかはね、枕元に私アメジストのやつを持っててもらったりとかねはしましたね。前はしてたけど、あんまり、あとはサザレ石を、うん、の束を枕の下に置いとくとかね。おお、そうそう、すっきり、うん、ちょっと待ってて、私のあの、じゃあ、あの添い寝してる水素ちゃん、うん、あのすごくかわいいんですよ。そう、あのサザ、私はサザレ石の細かいやつですね、あれを枕の下に引いたりとか、あとパソコンをする時のなんだ、あの腕の下に置いといたりとかすると、いろいろ吸い取ってくれるかなっていうイメージでね、電磁波だったりとか、そういうので使ったりとかもしてますね。はい、おお。すごくね、安心するんですよね、あの気持ちが。うん、なんですけど、そう、だからこれをね、なんかおー、綺麗やって寝るというか、なんか抱っこして寝てるんですけど。ちょうど昨日がね、上限の月の日で、そうでしたね、だからちょっとあのお月さんにちょっとかざして、うん、ちょうどよく昨日は見えたんですよ。今日は、今は雲が厚くて、うん、なんですけど、すごいですね。そうなります、うん、仲良く、やっぱそれも地球から、地球のね、ものだから、そうだから、あのレムリアの時代に、いろいろな、その当時、使っていたいろいろな英知だとか自然のエネルギーでヒーリングをしたりだとか、あ、物事を、動かしていた頃の知識が埋め込まれて、現代にエネルギーとして、うん、残されているのがパワーストーンって、うん、あの書かれてたんですよ、ドロレスさんの本の中でね、うん、だからこの石に力があるっていうのは、そこに込められた H の力だ、うん、だから、ああ、なるほどね、だから私たちはそれがどこから来たのかとか、どうしてそれが力があるのかってところまで考えたことがなかったけど、うん、あ、そういうのが込められてるから、あ、力があるんだなっていうのを分かった時にね、またま、なんかますますなんだよ、そんな、なんていうの、レムリアからずっとコンコンと連中で私たちに届けるためにこうホールドしててくれたんだなと思って、なんか愛しくなりましたね。ね、見とれてしまいますね、すごい、うんうん、あ、タポポロさんも東京で上限の月すごい綺麗でした、ね、昨日の上限の月はすごく眩しかったですよ。本当でもきっとそうだったんでしょうね。東京何時頃見えたんでしょうね、うん、タポポロさん、私見てた時雲が結構あって、うんうん、私には顔を出してくれなかったんですけど、うん、そうだとは、あ、お母さんがあれの時に枕元にアメジストをつったけど、私もこれをずっと枕元にして、すごい、まあ、セドナに行った時に購入したの、こっちがアメジストでこっちが普通の水晶でって、うん、ワンドワンドワンド、そう、ワンドはどういう風に使えますか？ヒーリングにも使うけど、あとは自分の指針を決める時とか、自分の中でこの、思いを一致する時とかに私は使ってますね。いいですね。なんかちょっと皆さんにこういう、こうやってヒーリングイマージング。リネちゃん、セドナからのエネルギー、電磁エネルギーと電気エネルギーの両方を使って、この自分のトーラスを整えていく。私たちもこのね、トーラスというこのエネルギーフィールドの中にいるけれども、地球自体が大きなトーラスでこう回ってるじゃないですか、はい、うん、そのエネルギーと波長を合わせて
自分の中でも、地球と一体になるっていうかね、あと合わせるっていうところで。トラスワークでもしてみますか？あ、いいですね。あ、昨日24時ぐらい、あ、前だったんですね。はい。もう布団に入ってた、昨日。はい。じゃあ、もしよかったら、じゃあ、リネちゃんに、はい、アメジストと水晶ですね、のワンドを使ってワーク、ちょっとしてもらいましょうか。どんなワークになりますかね。ですね、あと最初、あともう数分しかないので、さっといきますけれども。うん、自分の中での統一性、じゃあちょっと音声を鳴らしてリラックスしていただいて、深呼吸をして自分の中で統一してください。ご自身の中でゆったりとエネルギーが流れるのを感じてください。呼吸をするときに新鮮なエネルギーがご自身の中に入ってきます。吐き出すときに不要なものが流れ出ていきます。自分自身の中にあるエネルギーを第一チャクラからゆっくりと第二チャクラ、第三チャクラ、回転とスピードを整えていきます。大きな輪を描くように、だんだんと自分の中で流れが起きるのを感じてください。深呼吸をします。吸います。吐きます。吸います。吐き出します。第三チャクラから第四チャクラ、ゆっくりと回転と大きさを整えます。第五チャクラ、第六チャクラ。ゆっくりと、だんだんと、速い回転で上へと上がっていきます。吸ってください。吐いてください。もう一度、下からいきます。第1チャクラ、第2チャクラ、第3チャクラ、第4チャクラ、第6チャクラ、吐いてください。深く吸ってください。短いですが、いかがだったでしょうか。ありがとうございます。はい、大地のエネルギーね、私たちの母なる地球の持っているエネルギーを皆さんと一緒に波動を合わせて感じていただけたらなと思ってエネルギーを送らせていただきました。ありがとうございます。すごいですね。グランディングという整って静かになってしまいました。なんか自分の中で落ち着いてしまいました。ありがとうございます。MC ができなくなって、MC ができなくなってしまいました。申し訳ないです。
すごい本当整ったっていう感じがしてね、気持ちいいですね。皆さんいかがだったでしょうか。よかったら感想を書きいただけたらと思います。リリちゃんありがとうございます。さあ、そろそろ時間になりますが、何か告知とかありますか。はい、ごめんなさい、今すごく気持ちよくて切り替えられないという、なれないんですけど、そうですね、あの今いや大丈夫です。はい、はい、お帰りなさい。はい、あとはもうまた2週間後のスピリチュアル TV が楽しみです。はい、はい、そうですね、うん、ぜひあのまた昨日が上限の月で、あの今夜もねまだそのエネルギーずっとあの満月まで続いていくので、その新しいことを始めて、うん、上限の月はその新しい新月で決意したスタートしたことをもう一度見直して吟味して再確認方向性を整えて満月へ向かうっていうそのサイクルのタイミングになってますので、皆さんもこの2月最後の週そういう時間を作っていただいて、新たに自分の目標をクリアにするっていうのかな、もうクリアにしていただいて、また2週間後ちょうどどれぐらいになるのかな、この満月が過ぎちゃうのかな、満月になるのかな、次の満月っていつですか、かのんちゃん、わかります？いつでしょう。今度次回が、3月の13日ですね。またミラーローズさんの前にやらせていただく。あ、違うわ、違う違う。え、今日27日か。あ、そうだ、3月13日ですね。13日になりますね。13日、金曜日。あ、そうなんですよね。3月金曜日。先月、あ、今月もそうじゃなかったですか？そうです、そうです。2月、3月は一緒なんですよね。うん。もう本当2月も、末末になってきましたね。あ、面白いですね。次回はですね、今度は逆、真反対の、上限じゃなくて下限の月の前日に当たってますね。おで、ホワイトデーの前日、ホワイトデーイブであり下限の月イブ。あ、いいですね。お返ししなきゃ。そのエネルギーを使ってね、あのいろんなことをするあのお話ができれば14日その下限の月にまた大丈夫ですね。ご自身でワークしていただけたらなと思います。はい。じゃあ。私は、3月10日に、東京表参道の、ところのワインハウスというお店で、BGM 的演奏になるんですけど、ギター2本とボーカルで演奏8時から夜の8時からさせていただきます。よかったらとても美味しいお店なので特にそこはミュージックチャージとかではないので、あのフラット飲みに食べにいらしてきていただけたらと思います。もうワイングラスがいっぱい並んで、グラスじゃないね、ボトルがいっぱい並んでて、すごく綺麗に光の中にあるというお店ですので、よかったら遊びにいらしてください。うん、あとは3月の23日池袋のリンゴ屋さんというところで、ライブハウスリンゴ屋というところで、私は朗読をまたさせていただきます。前に、16日だったかな、ブチさんの気ままなブチさんの番組の中でもエルフの盾ごとという朗読をさせていただいたんですけども、その前編を今度は朗読させていただきます。そして倉原よしこさんや谷よっくるさんのねエルフの盾ごとなんですけど、あとテイさんという3人グループで低音楽器のリジュリジュと和太鼓とベースという低音楽器での、演奏といろいろコラボレーションさせていただきます。倉原よしこさんも先日のブチさんのところで、すごい声で歌われ、オペラとかをね、歌手の方イタリアに住んでらっしゃるんですけども、うん、来日なさって、来日っていうか帰ってきて歌われるので、それがみんな一度にコラボしますので、ぜひ楽しみにいらしてくださいませ。うん、皆さんぜひ行かれてください。はい、お待ちしております。じゃあ今日はこんな感じでしょうか。あ、なんか咳がいっぱい出たとか、鳥肌が立ったとか、宇宙遊泳室って頭がポカーンって、いや仕事頑張ってください。じゃあ今日も一日ね、皆さんとランデブー幸せでした。ありがとうございます。ありがとうございます。来週、再来週お会いします。3日に今日お会いしましょう。ありがとうございます。はい、ピッコロ。テディさんありがとうございました。ありがとうございました。
そしてテディさんはいるでしょう。いた。はい、じゃあミュートにしておきます。はい、I regard the vacation.